Street Fighter Cross Tekken!パンドラと名付けられた謎の箱をめぐり、かつて自分を洗脳し利用した裏社会の組織シャドルが暗躍し始めたことを知ったキャンディ。しかし他国の手前、彼女の属する英国諜報部は表立って動くことができなかった。そんなある日、彼女のもとに一本の電話が入る。もしもし、キャミー、私よ。それは同じくシャドルを追い続ける ICPO 捜査官チュンリーからの協力要請だった。チュンリーはシャドルに加え、三島財閥も不穏な動きを見せ始めていることを察知していた。二人はシャドルと三島財閥による被害者をこれ以上出さないために協力して捜査を始める。決してあいつらの思う通りにはさせないわ。必ず尻尾をつかんで。準備はいい？もちろんだ。戦いは望まぬが、邪魔だと致すなら容赦はせん。頭を引かせ。共に戦えるのは久しぶりだな、ケン。そうだな。悪いな。俺たちが勝つぜ。It's all in the mind! Fight!ロケット
行くぞ。グッナイト。任せて。少しは反省した。少しは反省した。
やったー！ You win！あなたたち、こんなところで何をしているの？いや、what we're doing here doesn't concern you. Now take your leave. わ、こら、アホ！仕方ないわね。見逃すわけにもいかないし。So you intend to stand in our way? リリー！子供はさっさと家に帰る。ちょっとちょっと、キャミン！時間がない。さっさと片付けるぞ、ちょうど。はい、はい。なんか私たちって、今悪役っぽくない？ The madness begins! 面倒に黒黒つけたる！だからまだしてへんやん！
力を使うことを決して。そうだよ、箱はジンの私たちのものだから。 It's all or nothing! Fight! 黙って見ている時に抵抗してみる。
任せて。天然じゃ。強敵だったわ。とりあえず奴らの手には渡さずに済んだが、この光、これがパンドラの中に入っていたのか。ええ、さっきまでの戦いに反応して蓋が開いたようね。今のところ特に害になるような成分は出てきていないようだが、箱の力をもたらしていたものの正体はこの光だとすれば、世界に起きることは。大丈夫よ、私たち箱のすぐそばにいたのに力に溺れずに済んだじゃない。もし力に見入られる人たちが出たとしても、元に戻す方法はきっとあるわ。そうだな。
箱から溢れ出した光は世界中へ広がっていった。キャミーの不安は的中し、光の拡散後、箱の影響を受けた者が各地に現れる。しかし、一時は力に溺れ、意志を失いかけながらも、呼びかけに応えて正気を取り戻す者も増え始めた。パンドラの力に目覚めた人間を元に戻すことは決して簡単ではなかったが、キャミーは箱を開いた者としてできる限りのことをしようと決意する。そして人の中に潜む力への欲望と戦う日々が始まった。Thank you for playing! Presented by Capcom!